ここになんか全くのノーマルの M4 ありますけれども、はい、なんかもう同じ車とは思えんね、同じ車とは思えんね。でですよ、でですよ、今は何をしておるかというとですね、僕たちが騙されてなかったら、はい、日本第1号とかいう、今スタビライザーですね。であとはここのアッパーアームもう今外されてるんですけど、はい、まあ、サブフレーム外してるんで、あの打ちかけ大事件一歩手前ですどこにあるんだ、あ、そうだ。でこのね、このフットの受け止める、これ純正のなんとも情けないスタビリング、はい、プラチックなんですよ、 M。 いや、そうなんですよ、これプラチックですか。 M なのにプラチックなんですよ。プラチックで大丈夫なの。僕は大丈夫じゃないと思うけどね、はい、うんうん、ちょっと真面目に今びっくりしました。そうなんですよ、はい、これね、意外とね、フロントは変えるのにリア変えない人多いんですよ、うん、なんでかわからないけど、はい、まあ、うちのお客さんは全員変えてるけどね、このプラスチックのままで M なのにいいのかという話ですよね、うん、まあ、この辺も全部 SPL に変えていきますよというところで、これね、はい、金本さんの好きなアルミですけど、純正はたい焼きです。たい焼きですよ、はい、おっとっと、バネ気をつけてくださいね、はい、はい、こちらをこちらの肝臓のね SPL、はい、今回これなんかジャパンのロゴえらいでかいね、これジャバーンって感じ取れるこれヒロミ号になっとるやんけ、ヒロミ号ですね、はい、まあ、この長さを変更することによって、まあ、キャンバーをつけるに使ってもいいし、伸ばした分、トレッドをちょっと広げるっていう使い方もできますと、ね、その辺は皆さんの車のセッティングによって変わってくるので、まあ、お好みに応じてというところですね。スタビリンクどこにあるのかな、これか、はい、はい、こちらはプラスチックの何ですか、これたい焼きですか、たい焼きです、はい、こちら炭素ね、はい、はい、こちら帰ってみますよ、はい、あとなんかなかったっけ、あ、そうだ、待って待って待っとて、野木先生、野木先生、はい、はい、太いもんね、これね、純正は23ミリね、23ミリ、分からんけど、はい、で、アイバッハ先生、はい、あ、そこで待ってる、はい、ちょっと待って、これ老眼なんで読めんねん、これ、ちょっと待って、話しすぎた、小さすぎて見えやないかもね、これ26.5 やね、26.5mm、 26.5mm といえば M4GT4 のリアのスタビライザーと同じ太さですよ、はい、やるね、めっちゃ太いね、新たな赤い棒が、うん、一番太いね、はい、H&R とか ARC とかあの辺と比べても一番太いと思います、はい、なのでパキパキになるんじゃないでしょうか、瀬古島お父さんパキパキになるんじゃないでしょうか、はい、かなりロールがちょっと減ってくると思うのと、ロールの仕方ですね、その辺も変わってくるでしょう。前もついてます、はいはい、前も太いですね、はい、前も測っとってみる多分 GT4 と同じサイズよ、これっていうことね、そうですね、だから、まあ、ロール減らしたい人とかね、うん、今後いいんじゃないかなと思いますね、はいはい、ただね、このスタビとスプリングレート、ダンパー、はい、この密接な関係がありますので、はいはい、この人たち、まあ、別個別個でね、分けて、はい、セッティングすることは必要ですね、ポンとつければいいというものではないので、はい、ということで、今日も瀬古島お父さんはせこいことをしているということでした、はい、
はい、まあ、引き続きまたあの変化があったらまたお伝えします。はい、お願いします。はい、少しもお父さん今日の寝起きの一世は何やったやろね。連絡ないんですか。いや、見てもらったら分かるけど。マフラーやったんちゃう。それは前の日になかった。え、なんて。前の日になかった。前の日なかった。お告げがあった。お告げが、お告げが、お告げがあった。あ、ヒトリックスからレムスに変更やね。これは何パイでしょう。67。これはおっぱいが好き。もう思ったけど、言おうと思った。いや、西さんが言うたらおもろかったよね。マジで。おもろかったよね。ちょっと我慢したのに。65や、65。ええとこついたな。純正は65よ。だいぶちっちゃい。65、65。あれ、石やね。それは何か意味あるんですか。え、まあ、知らん、それは知らん。メーカーの考え方。ターボの、ターボのマフラーは抜けが命よ。中尾明は何か知っとるから。中尾明のマフラーは言うて俺が言いたい。ねじりが命、はい、ねじねじやで。あれ、ねじりすぎたら首締まってうっていくからな。あれ知っとった。まだ生きてますよね。生きとるよ、はい、殺すな、勝手に殺すな。ということでレムスに、レムスに変わりました。レムスにね、はい、レムス、はい、レムス太いね、太いね。何倍ですか。太いね、太いね言うとるのになんで一緒やねん。65そんな好きなんか。65俺も好きやけど、多分こっちの業界の人は好きよ。65とか60好きなはずよ。好きよ。あるんですよ、はい、あの輸入車ショップのやってる人はね、65とか60好きなはずですよ、はい、で65から70になったわけですよ、はい、抜けまくりますね、抜けまくりますね。え、中尾明もびっくりです。中尾明はもう全然関係ない、ね、まあ、それはね、はい、はい、それ名言やからね、覚えとって、うん、ね、マフラーは抜けが命、はい、はい、中尾明は、はい、正解です。どこで作ってるか知ってる。これレムスって、レムスって、うん、どこですか。安倍紹介。まさかの投げあるかやね。スロベニアやな。ヨーロッパ、ヨーロッパです。ヨーロッパといえば、はい、この人はどこで作ってるんですか。ヨーロッパですね。便秘なところですよね、はいはい、でもスロベニアではございません、はい。まあしっかりね、純正よりも大きいパイ数で綺麗にデュアルできて、ここで一回排気干渉を起こします。一気に抜くと、ね、レムス、レムスね、ほんとね、台の回したらね、ほんと優秀よ。うん、まあアクラポもね、もう一応優秀だけどね、はい、うん、でもアクラポ高級なんで、高級すぎるんで、はい、はい、アクラポ買う予算があったらレムスを買って、うん、余った浮いたお金で、はい、インタークーラーとかね、ヒートエクスチェンジャーをね、買いた方が、はい、お得かつ効率的やと思います、はい、はい、出口もね、かっこいいカーブになっちゃって、うん、これなんかレムスの印刷がこれ薄いんやけど、これ不良品かな。安倍紹介聞いてみようか、これクレーム、はい、ってクレームやな、これ多分大元が悪いな、はい、うん、で、はい、太い、まあ、あのあれだね、紹介した太いスタビがついて、はい、はい、SPL のアームも全部ついちゃって、映ってないの、あら、ここが SPL じゃないな、これあかんな、これ違反やな。まあ、変える必要がないんで、まあ、これでいいんですけど、はい、はい、フロントはこんな感じですね。はい、ということで、なんか苦しいお父さんの、何、呪い、呪われとる、まあ、明日は何と言って叫ぶんでしょうかね、寝起き何と叫ぶんでしょうかね、はい、それが一番楽しみですね、はい、もう毎日うなされて叫んでくださいみたいな感じですね、はい、ということで、よろしくお願いします。はい、おはようございます。三宅です。
この季節いたんですね。テンション下がりますよ。もう疲れて疲れて、見てくださいこれ。コルセット腰が本当、誰か俺のブッシュ交換してくれへんかなほんまにほんまに元気にしてほしいわ。本当カス入れてほしい。はい、はい、ということでですね、今日は11月の中頃ぐらいか、ちょっと中頃ね、だいたいね、なんだろうね、1年前の同じ日も同じ作業をしてたんですよ。今朝ピコーンとこう Facebook とかこうこの日とか出るでしょ、はいはい、見たら、はい、1年前の同じ日もミッションを下ろしてたんですね。2年前の似たようなそのまた11月にまたミッションを下ろしてるんですね、はい、その前も同じ時期にミッションを下ろしてるんですよね。ほう、はい、なぜか知らないけどなんか似たような作業を同じ月にやってるっていう、まあそんなの見てたらおもろしいですよね。え、来年誰やろね来年は誰やろかね。そうやね、もう昨日も一日トラック野郎でもあっちぎこっちぎでもうクタクタですわほんまに、ね、誰か僕のためにレカロが買うてくれんかなレカロとかオートクルーズとか買うてくれんかなって最近よく思いますね、はい、ということで、まあ、ちょっとね体がバキバキなんですけど、ちょっとテンション上げていきましょうか。まあ、テンション上がるといえばね、これなんかせっこいもん置いてますねこれ。これでも字間違えとるな。セコワキのはずなんですけどねこれ。ねえ、これこれね、これまあせこいな、せこいな。まあこれはちょっとまた後で。そう、せこい人後で来るんで、せこいの、せこい人と合わせてちょっと紹介しようかと思うのかね。まあ一応これ世界初です。はい、世界初ですよ。ということで、ということでですね、痛い、痛い、痛い、ちょっとこんなやつ、こうでくれんの、ビーンって動くやつ、ちょっと病院って帰ってきました。あの魚市場とかのあるやつ、なんやったっけあれ魚市場ってこうビューってこう魚とかこう引っ張っていかすとかね、フォークリフトじゃない、こんな丸いやつでビューって行きよるやん。あ、なんやったかな、それだけど、はい、991はブレーキパッド交換ね、はい、ね、今日のメインはこの人ですよ。この青い人ですね。この青いおじいちゃん、おじいちゃんね、はい。まあ今ちょっと作業の途中で、まあ、これからね、まあ、この人を下ろしていくと、まあ、クラッチ交換ね、はいはい、で昨日はちょっと僕出てたので V 取る間がなかったんですけど、タンクを下ろして、まあ、燃料ホース系の燃料漏れのトラブルですよね。はいはい、もう何十年分のあれか分かんないですけど錆びてまあここからねこのプラスチックが劣化して、ここから燃料が漏れてましたよと、でホースもパキパキだったんで、まあ、全部変えましたよと。で何十年この人はあのエンジンを支えていたんでしょうかっていうエンジンマウントですね。はい、まあ、そちらを、まあ、定番のね緑のやつですね。はい、だだだだだだ、はい、レブシフトの緑のマウントに変えて、はい、レブシフトといえばねこういうものもあるんですよ、これ強化ブッシュね、はい、はい、こういうのも変えてますと、はい、ということで、皆さん腰痛には注意してくださいね、はい、ということでよろしくお願いします。ちょっと待って、着いた、おっと腰だけやなく俺の視力もあるよそっと見守ってないよ。ああ、もう来るよ。
見えない。下がってます。それではまた目をやられたりも。あれだ。こういった。右目だけじゃなくて左目もやられたけ。それ両方見えなるやないですか。両方見えんわ。俺今からまた岡山行かないかん。今日もトラックやろうですね。あの、車列マンに。あ、これこれ。こいつなんだ。当たり悪いな。おかしいし。多分。はい。外したら何かが出てきますよ。ですね。まだパッと見はあれですけど、おかしいです。まあ距離にしてね、はい、この距離でクラッチが死ぬっていうのも。あれです。はい。これなら5万キロぐらいですか。5万キロぐらい。危ない。リフト下げます。いいよ、いいよ、抜いてみて。片隅で黄色いおじさんがずっと見てるんですけど。痛い。はい。無事降りました。はい、私はこれで無事。はい。トラック野郎になってください。今からもう1回、2回目の岡山に、はい、行ってまいります。いってらっしゃい。さようなら。はい、下ろすぞ。はい、クラッチが外れたっぽいんでちょっと見に行ってみましょう。お疲れ様です、野間さん。はい、外れました。外れましたよ。お疲れです。外したクラッチがこちらですね。はい、はい、どんな感じですか、このおじいちゃんのクラッチ。じいちゃんのクラッチだいぶ重傷ですね。結構なんかボコボコっとした感じがしますよね、うん、だいぶねやられてますね。ね、ちょっと画像では分かりにくいかもしれないんですけど、若干ね、こう取るようなちょっと反りが出て、お客さん自体もちょっと滑るような感じっていうので、うん、今回交換っていうことですよね。そうですね。はい。この辺もね、滑った。見えるかな。わかるかな。わからんかな。この真ん中のくるっと回ったテカッとしたところですかね。多分当たりが悪かったんじゃないかなと思うんですけど。はい。まあそんな感じです。はい。だいたい走行何万キロぐらいでしたっけこれ。5万4000キロぐらいやった。ちょろちょろっていうところですね。まあね、年式的にね、もうだいぶいろんなパーツが駆使できますよね。そうですね。ね、今回リフレッシュして、ね、快適な M3 に戻してあげないとですね。はい。で、今回は新しいクラッチがこちら。そうですね。はい。なんか、ピ
カピカですね。ピカピカです。なんかちょっと形状が違うような感じが金本目線では見えるんですが、純正とはやっぱり、ね、若干形が違います。はい。なんか重さとかってどうなんですかね。重さ測ってみましょうかね。測ってみますか。はい。どうしましょうか。そしたらフライホイールから測ってみましょうか。個別でいきますか。全体的にいきますか。一発でいきますか。一発でいってみますか。一発で。まず全体でね、どれぐらい違うかっていうので、このちびった状態でいくと、あ、重たい。腰やらんとってくださいよ、もう二人も三人も。ですか。はい。いきますよ。はい。よいしょ。はい。16.63。重いんですかこれ。だいぶ重いですね。重いんか軽いんかすら、これがどれが正解なのかよくわかりません。そうしたら、そうです。よいしょ。腰だけ気をつけてくださいね。よし、このゴールドちゃんを今ちょっと軽く持ったでしょ。はい、はい、13.61。 3キロぐらい。クラッチがパキパキになって軽量化できて素晴らしいじゃないですか。最高じゃないですか。これまた楽しいことが待ってますね。そうです。はい、またここから積み替えるという作業が待ってるんですね。これからね。はい、はい、はい、じゃあ頑張って腰を言わさんように、はい、頑張ってください。はーい。お疲れ様です。はい、作業完了でしょうか。はい、できましたよ。はい、ちょっと今回の軽く作業説明していただいていいですか。はい、エンジンマウントとミッションマウントとクラッチと、はい、あと燃料漏れの修理。うん、奥にある緑のやつ。はい、見ます。見えますか。はい、マウントと、はい、ここかな。あんま見えんすけど、はい、黒いやつね。はい、あと燃料漏れと、はい、漏れてたってことで、クラッチも見えんけど、クラッチも変えました。はい、はい、3キロぐらいね、軽くなったんで、はい、レスポンスもだいぶ良くなったんじゃないかな。そうですね。うん、こうスイスイっとした36ちゃん復活ですかね。そうね、だいぶおじいちゃんなんで、リフレッシュバテラね。はい、いい。はい、はい、聞こえます。シャイシャ、はい、これは調子がいいんですね。調子がいい。はい、やっとるよって感じがね。はい、これでギアもスコスコッと、スコスコッと変わって、はい、速くなるんじゃないかな。ご機嫌な音してますね。軽くなったんで、レスポンス。そうですね、3キロぐらいクラッチを変えただけで軽量化っていうことで、はい、こんな感じで、はい、いいよいいよ、納車っていうことで。そうですね、はい、はい、はい、ありがとうございました。はい、何してるの。え、だって腰が痛いのに。危ないよ。よいしょ。はい、こんにちは。ええの見つけました、ね、ええの見つけた。こんなん欲しかったよ。もうちょっと高い方がええな、うん、こんなん豪邸や、こんなん豪邸や。すいません、はい、皆さんすいません、私、火曜日の夜
お客さんと電話してる最中にですね、立ち上がったらうっとなりまして、本日金曜日の今夕方ですけれども3日半目ぐらいか、今正味4日目ですか、ね、はい、火曜日の夜からですからね、はい、まあぎっくりなわけですよ、もうこの状態でね、これ、はい、で先ほどちょっとブロック4本ほどぶち込んできて、とりあえず歩きになって、どうしてもこの車見たかったんで、はい、途中はねちょっと撮れなかったんですけれども、まあ一応完成ということでね、まあかっこいいねこれ、やばい、瀬古島お父さん、これ瀬古すぎるよこれ、もうすべてね計算通り295、35、18履くためにね、もうあれこれあれこれ、ほんとコンマ1ミリ単位で計算しまくってバチッとね出来上がりました、はい、これ外観わかるんですか外観わかるんですか、これ皆さんは、これもうちょっと取ってあげないと、これ舐めときましょうか、舐めといて、ちょっとこのフロントのとかリアのねこの絶妙なバチバチ感、ムチムチ感伝わりますかね、ねえ、何ですかニヤニヤして、こんな私がおかしいんですから、ゴロ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 して太陽に照らされてハローが出とる中、社長が何言うとんねん、はい、ほんとねかっこいいね、KRS ね、うん、タイヤ履いてもうパチッとセットしたら、もうこれよりかっこいいホイールなんかこの世に存在するっていうぐらいかっこいいわ、ほんまにやっちゃいましたね、せっこいな、これな、俺の腰ぐらいやっとるで、これめっちゃ映える、映えとるね、これね、はい、俺の腰映えとる、いや映えてない、映えるいやもうこんなんでね、あれよ、もう23日はちょっとレースはやめました、僕、はい、もうさすがにこれは車乗れないんで、はい、5カ国行けるかどうかっていうところやね、でもう一個ちょっとこれ危ない、ちょっとね危ない、乗れるかな俺、これちょっと待ってくださいよ、マジでスローですかね、手助けはできません、手助けちょっと待って、痛いもん、あらら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 、おお、デカロ優しいね、さすがレカロ、腰を包み込んでくれるね、ちょっとした医療機器ですか、もうなんかパンパスみたいよこれお肌に優しいこれ映りますか、ちょっと逆光なんですじゃ映ってる、どこだ、セコインを作ったんですよこれ、うお、ドライブモータースポーツ出てますね、ドライブモータースポルトロゴ出て、はい、ちょっとエンジンかけてみましょう、なんともね、これとあるドイツのメーカーに作ってもらったオリジナルのレースゲージでございます、これ一つで、はい、まずこれ水温ね、油温で、吸気温度で、排気温度ね、で、電圧、スロットル回路、そしてこれ、このギアマーク、これはなんと DCT の温度でございます、はい、素晴らしい、これ一つで全部見れる、なんて画期的な、素晴らしいですよこの人は、でいろいろできるんですけど、まあ、こういった、馬力表示ね、馬力とトルクとブーストですね、これも出ますね、もう一個いくと、たこれエアフロの状態であったり、これ燃圧だったり、これはなんかよくわからんなこの辺ちょっと後で説明書に読んでおきます、はい、確かね結構出るんですよこれ、押し放題ですよ、でこれちゃんとねピークホールドもあるんですよ、うん、うん、後で管理もできるという、うん、せっこいよねこれね、めっちゃいいよね、まあ、何がいいってね、やっぱ DCT の温度と、あと排気温度、ターボ車なんで排気温度が管理できるっていうのもまあ相当大事なことなんですよね、うん、でうちだったら、VF エンジニアリングのヘックスチューニングっていう、まあ、DME チューニングっていうのをまあメインでやらせてもらってるんですけど、私がまあなぜヘックスチューニングを選んだかっていうと、まあ、何回も訪問はさせてもらってるんですけどね、アメリカカリフォルニアの方なんですけれども、アナハイムにあります、
まあ、彼らは自前の車資代っていうのがまあ2期体制なんですね、うん、で常に、まあ、歴史も古くて20年前からスーパーチャージャーキットとかをリリースさせてるメーカーなんですね。で自社で全部設計して全部テストをしていいものだけを商品化するっていうスタイル、まあ、まずそこ一番ですね。でもう一つはやはり、常にこう、自社で開発してその全部セッティングとかを全て彼らは行ってるわけですよ。その中でやっぱこのターボチューニングやる上で僕らもいつも気にするのがやっぱりこの排気温度と、まあ、A by F も一応で見るんですけれども、まあ、そういった、要は車の管理ですね、エンジンの管理を徹底してやってるわけですよ。だから彼らはいくら早くできたとしても例えば排気温度がちょっと高いなとかっていうものであればそれはちょっと製品化しないですよね。まあ、そこらがねきっちりやってる証っていうところで、まあ、僕がヘックスチューニングを日本に導入したっていうのが、まあ、その、理由なんですね、はい、でそのまあまあもうこれまあヘックスチューニングのステージ3がこの車は入ってますと。だから問題はないんですけれども、まあ、そこでもまだもう一つねこのメーターをつけることによって、まあ、排気温度も管理ができると。でプラス GT4 プログラムをやってるのこの車はね、DCT の余音がどういう風に上がっていくかっていうのも自分で管理ができるわけですよ。なおかつピークホールドも取れるとね、理にかなっておりますね。しかもかっこいい、スタイリッシュ。何個か質問していい？どうぞ。最初の、はい、あの文字は、はい、はい、宮城にもできますよ、はい、金もともできますよ、はい、できますよ、はい、なんでね、あの合わせてね、ショップさんオリジナルを作ることもできますので、はい、これね画期的ですよね、うん、やっぱ通ってるお店のねここロゴ出るとか、うん、自分の名前が出るとかねいいと思うんですよね、はい、はい、まあそういったものこともできますと、はい、ほらそこ吹き出し、エアコンの吹き出し口がある場所ですね。そうです、これをほっこりのけて、そうです、あたかもそうです、純正装備のカーの純正のような感じでしょ、これもスタイリッシュ、純正のインテリアをね、そうガチャガチャつけたらね、なんかもうね、僕やってますねみたいな感じ出るけれども、これだったら出ないね、うん、出ない。なおかつここを塞ぐことによってここから3倍の風が出るんですよ、知らんけどそれまた知らん、お父さん聞いてみましょう、知らんけど、知らんけど、お父さん風の量どうですか、そう、そう、そんな感じでね、そうなんですよ。一応ちょっとレモスも変えたんでね、これ音もいいですよね。バーブリングも最高ですよ、はい。で一つ質問があるんですが、僕はこれ降りることできるのかな、これ僕はこれから降りることできるんですかね。まあ本当はねこれ乗ってね最終のセットをせなあかんのですけど、いかんせんこの体なんでちょっと運転はできないので、まあ23日なんとかしていけたら、僕の目標はとりあえず23日までに二足歩行がちゃんとできる体に戻すということなんで、なんか目標が変わって、ちょっと僕の杖をちょっともらえるか、ちょっともらえるか、はい、何ですかイヒヒヒヒ言うても、いやほんまかっこええよね、これはかっこええわほんまに。あ、はい、僕下がりますね、はい、かっこええなこれな。いやせっこい羽がちょっと届かんかったんがね心残りではありますが、これまだ羽まで来たらねもうせっこいよこれ。同じ黄色のあれやで、瀬古脇さんちょっとあれやで、もうちょっと、はい、もうタジタジやでこれ、はい、ね、もう中も外もこれがっつりやってますからね、はい、はい、黄色の人はかなりこと、あの強敵やと思いますよ、はい、ということでですね、はい、今日は瀬古島お父さん完成しましたよということで、はい、合わせてレーシングメーターのねご紹介となりました、はい、ということで、相変わらず今日もこいつらアホやなとか面白かったねと思った方はぜひぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。私この体なんでちょっとお辞儀できませんが、はい、ということでまたの V でお会いしましょう、バイバイ。